アヌビスむっちゃ強いというわけでどうもロシです。決着をつけましょう。やべやべやべ。すごい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 。近寄るのが怖えわ。多分赤いのがバッドボーイなんだな。これを回避して。4回攻撃入れた方が楽しめないけど、あ、同じぐらいだ。いいよー、何クイックシルバーか。おいリンゴ、いきますよ。無駄だ。オッケー、ゴブゴブ。オッケー、当たる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 か。そうだ、そうだ、飛べ。これが入ると何してない。素晴らしい。入らないダメージが、なんで？こっちだ！どこ？4、逃げろ。さあ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 、くそ、おいリンゴ、熱いぞこれは。こっちだ。飛べ。下に落ちろザコが。マジしょ、お前も近づいくんだ。いいだろう。ここだ。いや近い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 。もちろん。何？早い。おいリンゴ。出る。まだ HP には俺の方が強い力ある。バーストバー、こっちだ。落ちろ。 OK、 分かった。こういう方が思った。これだ。
ほら、やっぱりマスボーイいた。ダメいったぞ。落ちろ。 OK NEXT。 てかラストだろ。え、焦った。これで終わりじゃん。やった、やった強かった。あのミッション慣れるまで時間かかった。よかったなぁ、アヌビス。いろいろ持ってきたな。レオ死んだんだ。で、カイカ。あ？ケン、レオ。あ、顔が割れたのね。あ、ケン、ケン。リンゴ。アヌビスは倒した。怪我はないか？あちこち痛いわ。でしょうね。あんだけボコられたら。怪我人がいる。収容できるか。すぐ船を送る。リンゴと言ったわね。話しておくことがあるわ。何？なんだ。その機体、ジェフティはアーマーンの中枢で自爆するようセットされている。レオに聞いた。それをセットしたのは私たちなの。はあ。アランという仲間がエイダのシステムに入力した。死んだやつだね。ジェフティがバフラムにダッシュされた時の安全策だったの。彼らがジェフティをアーマーに持ち込んだ時、エイダの命令でジェフティは自爆解除して、そのエネルギーでアーマーンの指導を阻止するつもりだった。汚えやり方だ。でもそれは最終手段よ。できればそのまま回収したかった。カリストに捨てたのは？ジェフティをカリストに隠したのはレオよ。バフラムの手に渡ればジェフティはアーマーンに自爆する。彼はジェフティを隠して自分の力でアーマーを取ろうとした。分かった。ジェフティが自爆する必要はもうないんだな。早く解除してくれ。無理よ。バフラムに解除されないようシステムの根幹に埋め込んだの。ジェフティを自爆させなくてもアーマーは止められるはずだ。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。くだらねえ。もしアーマーンが。待て、嘘でしょ、まだ続くの。アヌビスさん、どんだけ死んでたの。おお、まだ続く。いや、全身バッキバキよ、これ。あれ、アヌビスどこだろう。終わりだな、ノーマン。あんたもバフラムも。顔潰しとこ。これからだ、リンゴ。嘘でしょ、ラストバトルとかいらないよ、もうお腹いっぱいだ。おい、アヌビスが飲み込まれた。アーマーンの本当の力は空間圧縮による地表攻撃じゃない。何？本当の力はメタトロンの空間圧縮特性を最大限に引き出したエネルギーの収縮。そのエネルギーは太陽系全に圧縮したエネルギーをぶっ放す。そりゃ大事だな。お願い止めて。え、自爆すんの？やだよ。地球側の奴ら都合が良すぎるぜ。お願い、約束しろ。もし俺がこいつを止めたら、地球は二度と火星に口出しするな。俺たちには俺たちの意志がある。火星を自由にしろ。ああ、もともとのあれね。分かったわ。必ず実現する。頭の固い連中に伝えるんだな。それで戦争になって、いや、もう世話ねえ。それが実現しなければ、今度は俺が相手になるってな。誓うわ。信じて。ジェフティスなくても余裕そうだよ。リンゴ。一仕事できちまった。どうする気？
死んだらまた生き返らせてくれ。おお。あなたは死なないわ。船で待ってろ、すぐ戻る。これでもさ、自爆したらもう間違いなくピュンピュンしちゃう。ああ。ラボは当たるな。元気になってる。でもこれしかない。イリュージョン。一人でもなんかでかいチャージ打てるようになってる。バートの方が使えるんだな。完全体みたいな故障後とか。この割れ目の中に入ったらそのまま無視できたんだ。え、ね、これネイトだ。いっぱい出てきた。ん？双子？またですか？何これ、紫色のあれを持ってたけど。3体倒したら終わった。レオやめとけ、そこでおとなしくしとけ。ベイダー、機械大好きか。これで最後かな。覚醒アヌビスとか、これ以上強いの嫌なんだよ。アーマンは私を選んだ。すごい。アヌビスと融合することでアーマンは初めて進化を出す。なんか痩せたね、アヌビス。見ろ、メタドロンの完全なる結合、全てを終わらせる。大丈夫。勝負。いって、何その攻撃。これゼロシュートで攻撃ができはしないね。ロブロブくらい。
やばい気がするね。ボスがラストさん全然一番にありえねえよ。そこだ、死ね。ぶっ飛べ。よし、オッケー。そこだ。8試合で勝てれば。これでいける。あいつこれで勝てるか。そこだ。むずい。まあね、いける。前を詰めて状況じゃないか。死ぬ。そう。4ずつ目を弾いたらバース攻撃で吹っ飛ばされる。下ぶっと相手も回復で間に合わなかったらガードだ。これで切り込んだら、
危ねえ。よし、ゴブゴブ。あ、どうする？勝った！落ちろ！オーケー！これで託したろ！あー、目疲れた。俺の最後の任務の時、あんたは俺たちを生贄にした、はい、そうだな。あんたが俺の仲間を殺したんだ。だからどうした？白いけどね、アヌビス。ムジケラが無様に死んでいく姿をこの目で見たかったぞ。お前もだよ。俺の仲間が待ってるぜ。派手になんか必殺技みたいなの殺せばよかった。これで本当に終わりだ。アヌビス今胸があって聞いたんだけど、よかった、今日中にゾンビエンドレスをアヌビス両方クリアできた。この光は実質4時間ぐらい一本あたり。なんだって、レイダー入ってくるよ。ディンゴ、これは逃げろ。アーマーンのエネルギー放出からは逃げ切れません。え、どうすればいい？ジェフティの自爆、リアクターの暴走によるエネルギーの共鳴と相殺。ダメだ、エイダー。それが私の役目です。モード移行、ジェフティ自爆準備完了。待って、俺も死んじゃう。ダメだー。レオ、レオ、収縮する。間に合いません、不可能です。あと190。諦めるな。エイダ、ジェフティのエネルギーを放出。アーマーン中心部にぶつける。止めるには不十分です。それでもダメなら自爆しようがお前の好きにしろ。かっこいいな。あと180。だが何もしないまま死ぬ。レーザー撃ったんでね、チャージしたってなんか比較してたんだから。エールガン、すげえ。どんどんこれ一つエネルギー死ぬんじゃねえお前。ジェフティのエネルギーいってって言ってくれ。困ったら死ぬでしょ。あ、終わった。かっこよ、なんか反転世界。若造よ、力が欲しいか。アヌビスだ。顔、食べる。アヌビスを死んだろ。レオ終わったよ。シューズといってあれでか、止める感じ。私は全てを破壊するために誰作られた。アヌビス。人の顔みたいになってるけど。投げんのよアヌビスの顔。
あれはアヌビスの意志だったってことかな。終わったー。これってブラックホールなんじゃねえの。ブラックホールの中って未知数だよね。死んでないから。ってことはもう最強の兵器はジェフティさんになるわけだ。ちょっと今度友達何人か連れてきて、これで対戦するのも面白いかもね。最強決定戦を。わあ、ボロボロ。エヴァンゲリオンみたいになってる。あ、手が。いいね、やっぱ小島監督のゲームは。向こうはいいの、こっちの足が取れた。スペースの時はまだかろうじて喋れてたけど、これはどうしよう。ブログの評価欲しいよ。3ぐらいだな。操作性の悪さとストーリーの短さとかいろいろとやり込みがちょっと少なそうだから減点対象だよな。開く？死んでるんじゃねえの？これ。え、リンゴ、救護班を呼んで。無理でしょ、心臓が。レオが主人公じゃなかったんだね。レイだ。レオ。アヌビスを使った。ジェフティとアヌビスが10日なら、その起爆力も10日だ。こんな役目は、あいつの方が似合いだぞ。アヌビスが。私は命令に背いたのでしょうか。いいんだ、レイだ。それでいいんだ。あれ？力は正しいことに使え、少なくとも、自分がそう信じられることにな。それは誰の受け売り？お前の親父さんだよ。降りて大丈夫？ああ。今度はまともな体にしてくれ。気に入らなかった？いや。気に入らんだろう。俺にはちょっとでかい。わかったわ。信じてるぜ。アヌビス用になる今度は。いや面白かったな。俺コナミのゲームってあんまやらないんだけど、水ゲームの時とか結構面白かった。そうだな。しかも小島プロダクションが作ってる時点でね、まあつまらないってことはないから。5はちょっと残念だったけど、オンラインは面白かった。ライジングはちょっと物足りなかった気もするけど、DLC です。はい、というわけで、ゾーンメンドレス、無事、今日中に終わることができました。で、まあね、ちょっとこれ、待って、いくらぐらいだろうね。ゾンメンドレス自体が、まあ、結構古いゲームで、本当に俺もう3、4年前に買ったきり、ちょっと放置したゲームなんだよね。なんかね、ネタギアみたいな感じで、
商品棚に並んでた感じがすげえ似てたんだよ。なんかメタギアっぽいなって。多分ねその時に、あ、これ小島のプロダクションのゲームかなって言うんで買ったんだと思うんだよ。アヌビスは面白かった。一作目はちょっと物足りなかったけど全然よかったね。アヌビス、いやあった。ゾーンブンドです。Amazon さんで購入すると2839円、メーカー限定版が7359円です。URL 貼っときますね。いやーよかった。で、まあこちらプレイステーション3専用ゲームなんですけど、まあ、プレイステーション2版のゾーンブエンドです。他にもリミックスエディション CD だねとかいろいろとあるみたいですね。くしゃみが出そうで出ない。出た。まあ面白いけどちょっとあれだね、やっぱり短いなってところがもったいない感じはあったけど、実質 VS モードがあるんでその一人でがっつりやるのもいいけど、バーサスをやるのも面白いかもしれないですね。ひたすらその一作品目はちょっと物足りないなっていう感じがあったんだけど、こっちになってすごいねアヌービスになって面白くなったね。あの戦闘がでね、やってて思ったのがアーマードコアとかと違って簡単操作なんだね比較的。そう考えるとやっぱりやりやすさはあるね。やりやすさはあるし、比較的ボタンもそこまで複雑じゃなかった。まあ、これぐらいだったら本当に何て言うんだろう、ガンダムとかアーマードコアよりもささっと始めて終わらせられるかなっていう。でちょっと苦戦するところはあったけど、慣れれば本当にサクサクいけるタイプのゲームだと思います。で1作品目はちょっと本当にストーリーはすごい短かったけど、進んじゃえば進んじゃえばで全然いいペースで進むから、うるせえ、いいかなと思う。ただ最後までちょっとちょこちょこ判定が分かんなかったりとかね、最後の近距離のインファイト、そのなんて言うんだろうな、近距離のインファイトが弾かれてるのか当たってるのかとか、エフェクト的な意味で分かりにくかったところもある。でこれあのアップデートがされてまして、本来の移植担当の会社じゃなくてヘキサドライブさんがそのちゃんとねアップデートのパッチを入れてくれたおかげで 40fps から 60fps、 720p から 1080 に上がったと。他にもいろいろと細かい修正なんかをしてるみたいですね。いや
あんまりエキサドライブって聞かないけど。わあ、あうち、セーブ一回しかしてねえ。いや面白かった。日付超えたわ。というわけで、これにてゾーンオブエンドレス、ゾーンオブアヌビス、ゾーンオブエンドレス両方の作品を無事攻略しましたので、いやでもね、うん、実況終了したいけどもうちょっとやりたいな。プレ2の割にはよくできたなと思います。バックトゥーゲームセレクトバーサスがこれで解放されるんだね。あ、でもちょっとじゃあ見てみようか。ジェフティ V2 ダメージ、あーちょっと最後にアルビスと、これでやって終わりにしようか。アルビス使いたかったんだよね。やろうか。あ、声はいらない。エイダ、行くぞ。バージョン2が一番あれだよね、強い状態だよね、多分。シミュレーターを起動します。あ、1回目カメラが、面白いなこれ。操作がわからねえ。あ、これランブなんだ。これはでも慣れればすごい面白いやつだ。なるほど。いやー難しいの操作が。ゼロシフト使いたいな。あー、なんかすごいよくできてる。当たらん。終わった。もう終わりか。強かった。いやー、というわけで、ゾンブレ、あっぶねー、エンドレス実況これにて終了させていただきます。次回、まあ、冬休み企画なんで、これはどういう風にアップロードされるかはわかりませんけど、多分1日2本ずつぐらいでアップするかな。まあね、もしよろしければね、次のシリーズも見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。See you next time! まだ、じゃあな。